桐山、そして2番稲毛をも抑えていきました。先行体制は5番の桐山慶太郎、南関東の2社、3番の飯野雄太、北日本ラインがこれらを追っていますが、中段で2番の稲毛健太、3番手並走、この間に1番長島大輔は車を下げて7番手からの発進を狙います。バックストレッチ、5番の桐山の正攻法主導権で打勝、1番の長島大輔が7番手からバックストレッチ発進を見せまして、5番の桐山を伺います。関東の3社出切っていきました。ホームストレッチ、5番の桐山をかわしていく、3番の飯野雄太、北日本ラインが中段、内ではもう一度5番木山慶太郎飛びつきます。残り1周を切りました。1番の長島が先頭、風を切りますが、7番の河野美沙が2番手でマーク、そしてこの間に3番飯野雄太、北日本ラインがまくってきて、後方にいた2番の稲毛健太、矢のようにまくってきます。2番の稲毛健太がコースの外外を通って前へと襲いかかって直線コースに入りました。2番の稲毛健太、これは強い。2着からすれば接戦、稲毛健太ゴールイン、圧勝でした。